ゃあこれ 5センチから10センチぐらいにパチパチパチと切っていきます。適当で。先をこれ後で弾くためにちょっと丸めます。痛くないように。こういう感じ。そしたら次、この弾いた音をピンとピーンとこういい音にするために叩いて締めます。この金属を固くする。表裏ね。ついでに弾くとこもちょっとこんな感じ。全部ね、次これをぴったりだと音鳴らないんで、ちょっと浮かせるための両側に浮かせるためのこの枕みたいな切ります。この幅かな。同じよりまあちょっと小さいぐらいかな。ちょっと小さいぐらい。はみ出していたいかな。ここかちょっと。あと、この上から押さえるためのものね。ちょっとこれ同じのがないから、これで。これもぴったりより、ぴったりよりちょっと小さい。ちょっとだけ潰す。まあ、こういうのがね、こういうのが手に入ればそのまま使っても OK。まあ、手に入る材料で適当に作りましょう。そしたらこれに2箇所か3箇所穴開けます。5本あったっけ。まあ5本ぐらいなら2本でもいいかな。これが幅が増えると穴いっぱいでこうしっかり押さえた。まあ2本でいいかな。
吐いた状態。そしたらこれをまあ背の順にするか真ん中長くするかって感じです。どうしようかな。真ん中長くしようかな。こうしようか。そうすると全部が浮くからいい音が鳴る。Thank you.